こんにちは、ノックさん。まさにね、言われた通りですよね。ADA っていうのは、本当にね、ICO が、もうまっすぐ、真ん中でうまくいった、本当に稀な例だと思うんですよ。そして暗号通貨の ICO がうまくいくってことは、そこに資金がやっぱり集中するわけですよね。で、資金が集中するってことは、他に行かないってことなんで、まあね、当たるコインっていうのはそんなに多くはないだろうなと思います。ということなんで、ADA みたいな、コインがはっきりと ICO 成功したってことは他のコインはダメだろうと私はね、当時から申し上げていて、まさにね、その ICO で儲けようみたいな、その情報頼みになるものって私はね、最初から当てにならないと思ってるんですよ。まあ、ADA に関しましては私分かんないうちに買ったんで、情報頼みでも何でもなくって、単なる期待で買ったんですけどもね。だから ADA については私はね、たまたまうまくいったんで偉そうなこと言えませんけども、今2014年当時に戻れるとしたら ADA すら買ってないと思いますね。当時は分かってないからこそそのラッキーにね乗れたわけなんですよ。今はそのテクニカルっていって FX の理論で完全にね暗号通貨を見てますんで、情報を全然探してないんですよ。その情報頼みになるものってのは本当に当てにならなくて、要するにねあやふやなんですよね。まさにビジネスモデルを、その ICO に対するビジネスモデルを発表して、それを期待してですね、ホワイトペーパーとか読んで乗ると思いますけども、その事業ってうまくいくかどうかっていう検証のしようがないのが ICO なんですよ。それこそね、ビジネスのセンスがあって、暗号通貨のこと詳しくって、ホワイトペーパーがうまくいくかどうかっていう判断ができる人が見るならいいんですけども、そうじゃないわけですね。多くの方は投資なんてしたこともない。FX の理論の理屈すらわからない。そういう人が暗号通貨参加しちゃってるんで、私はそういう人はね、もうお金なくしちゃってもしょうがないと思うんですよ。それはもう当時からずっとお話してまして、ICO はダメだよと。暗号通貨バブルはダメだよと。バブルってのは多くの人がお金を失う瞬間のことだよって言ってるんですけども、なぜかね、ノアコインとかスピンドルって結構売れたんですよね。だからああいうふうなね、有名人が言うから大丈夫だろうとか、みんなが買ってるから大丈夫だろうとかっていうのは、もう全然ダメなんですよ。その、なんでかっていうとね、有名人が発表してるってことは ICO 前にほとんど売り切れちゃうんですよね。じゃあ ICO 後ってもう売れないんですよ。だってもう行くとこまで行っちゃってるわけですよ、情報がね。まさにね、その GACKT さんとかがスピンドルみたいな放送しちゃうと有名なんでね、その ICO 前にもう欲しい人全部買っちゃうんですよ。じゃあ上場したら誰が買うんだって話ですよね。上場したら売りたい人ばっかりになっちゃうんですよ、上場前に買う人ばっかりでね。だからこれを詐欺と見るのか、買った人のもう全然見込みが悪いと見るのかなんですよ。で今ね、もう本当話題にもならないわけですよね、ああいうの。で、またしれっとね、GACKT さんとかテレビに出てるわけですよ。で、GACKT さんは当時、大きな借金を抱えていて、それを返済するために暗号通貨をされたっていうふうなことも言うぐらいね、まあちょっとね、それが本当だとしたら、すごく、かっこ悪い話なんですよね。で、私はね、やっぱり信頼の向こうに、そういうふうな騙しがある、詐欺があると思ってましたんで、GACKT さんが詐欺をやったとは言わないんですけども、ただね、結果的に GACKT さんの信用によって、スピンドルってものを買って、期待した通りにならなかったとしたら、悔しい思いが残ってるのが現実だと思うんですよ。で、私はね、やっぱり、GACKT さんってことをものすごく評価していて、まあ、好きな方ではあったんですけども、その暗号通貨、こと暗号通貨に関しましてはね、ああいう素人センスを振り回さないでほしいなと思いましたけども、残念ながら、どちらかというとね、GACKT さんのそれまでの信用もあったんで、私が言うことよりも GACKT さんがその時言ってたことが信頼されて、多くの方がね、スピンドルを買ったっていう経緯もあるだろうし、あとノアコインについてもそうなんですけども、ノアコインは私はね、すごく否定的だったんですけども、ただ明確に私は判断できなかったというところがあります。ですのでノアコイン絶対ダメだよってことまでは言えなかったんですけども、ただね、やっぱノアコインっていうのは恐れていた通りになってしまって、今はノアコインのホルダーさんっていうのはいろんな変更がある中でついていけなくなっちゃって、もう諦めてるっていうことが現状じゃないかなと思うんですよ。で、今度はノアシティみたいなね、構想がネット上のシティみたいな感じになってきたりとか、じゃあフィリピンにね、実際に40万ヘクタールの土地がノアシティなんてのが構想されてるかって言ったら、もうどこに行ったのか分かんない話になっちゃったりとかね。本当に当時一方的に出された情報によって、まあ人はね、そういうような判断を誤ってしまって、自分で選んだようであってセールスマンに誘導されてるってことが起きてるわけなんですよ。もちろんセールスっていうのは誘導のために起こしますんで、セールスマンに誘導されてもしょうがないんですけどね。はい、といろいろ申し上げましたけども、特に私はね、スピンドルやそのノアコインっていうのがインチキで詐欺をやったコインだと思ってるわけではないんですよ。ただやっぱり見通しが甘い人が買ったっていうのは確かだと思うんですよね。で、見通しが甘くなかったんだったらこういうの手出してないわけなんですよ。もしくはノアコインとかね、
そのスピンドルっていうものの関係者の方が好きなんでファンとして買ったみたいな感じでやってると思いますので、だったら裏もなって話なんですよね。だからね、自分が飛び込んだ投資先に、まあ後で、ね、損したからといってグダグダ言わないことだと思うんですよね。うん、まあ気持ちはわかりますけどもね。うん、でやっぱりノクさんが言われたように、そのロックをしないといけないようなね、上場後に売り圧力を恐れるようなものっていうのは最初から終わってるんですよ。だからロックってのはダメですよね。うん、だからそれ一つ捉えても参加するべきじゃないってことが分かりますし、何なんですかね、そのいつでも自由に交換できないっていうのは。うん、あと上場後に値段が上がるって言っても、セールスの時はね、ずっとね、 ICO の時はずっと上場したら値段が上がるみたいなことを匂わしといて、上場したと上がらずに長い目で見ないといけないんですよって急に言い出すのはね、それ違うんでしょと。売る時に、セールスする時に、 ICO 前に暗号通貨ね、トークンを売るときに長い目で見てくださいねと、値上がりするのは5年とか10年とかかかるかもしれませんよってことを言いながらセールスしてるんだったらいいんですよ。でもこれだからね、錯誤って言うんですよ。錯誤無効を訴えたいぐらいなんですけども、要するに消費者を勘違いさせて事実は言わずに、お金を出させるみたいなねことなんで、それについてはね、ノアコインにしてもスピンドルにしてもその他の暗号通貨にしても それはないんじゃないのと思いますよね。それは上場後すぐに上がるみたいなことを匂わしておいてね、少なくとも上場後にすぐ上がるわけではないよっていう、そういうふうな注意喚起をしながらセールスしないといけないもんだと思うんですよ。ということでね、私に関しましては、そういうふうに考えてるかなってことですよね。他の ICO に関しましても、やっぱり、いや言った通りになったでしょって話なんですよ結局は。だからね、これはね、セールスマン、暗号通貨を売る人にどうこう文句を言う話じゃなくて、それを買おうとしている人が本当に投資のことがね、理解できているのかとか、特に暗号通貨なんて一番難しくて前例がないものですから、不確定要素がたくさんあるわけですよ。だからそこに投資の経験もない、 FX で勝てるわけでもない人が巨額な資金をね、何十万とか何百万投じるっていうのは途方もない話だっていうのが私はまず前提だと思うんですよね。まあ、だからなんかチャンスなようであってつかめないような、当たりくじのない夜店の宝くじみたいになっちゃったのかなと思いますけどね。まあいろいろ思いながら、それでももしかしたらなんか攻略方法があったんじゃなかろうかと、考え続けるのもいいと思いますけどね。まあさあ、動画の最後にもう一回まとめますけども、まあ、今ね、今日は2つの、ね、ノアコインとスピンドルの名前出しましたけども、私にね、一生懸命売り込んできた人、今どうですかね、私の前に出てこれますかねっていうことなんですよね。言ったでしょって話なんですよね。でそれに対してなんかね、そうやって私にね、そのコインを一生懸命売るのを勧めてきた人が今訴訟を起こそうとしてるってのは何なんだと思いますよそうじゃないだろうと思いますけどね。はい、ということで、今日はノクさんのね、ロックは負けっていうことに対しての返信動画になりましたけども、まあノアコインとスピンドルをね、別にいじめてるわけではないんですよ。ただやっぱり勘違いして買った人は多かったんじゃないですかってことなんですよ。だからそういうのも込みでセールスってのはきちんと受けていかないといけないんで、自分の情報のその咀嚼力っていうのがない限りは、情報頼みの暗号通貨 ICO っていうのは危ないですよと。それだったら FX の理論理屈で動く上場後のコインの値下がり値上がりで見た方がいいと思うんですよ。まさに今 ADA とかね、 BTC とか XRP って FX と同じ理屈で利益取っていけるわけですよ。でも FX で勝てないですよ。勝てない人がやっぱり暗号通貨の値動き見てもしょうがないと思いますんで、まずはね、FX のドル円をしっかりと学んで、そこをマスターしてからボラティリティの大きい暗号通貨の FX に入っていけばいいんじゃないかな。それが手順だと私はね、少なくとも思うんですよね。はい、ということで、ICO はものすごく難しいんで、 ICO がね、私はね、インチキだとか詐欺だとは言いません。ただものすごく難しいです。 ICO をセールスする方も分かんないぐらい難しいんですよ。ホワイトペーパーも9割ぐらいは実現しないようなこと、もしくは実現するにしても数十年かかりそうなものであるってことをね、きちんと読み解いた上で、受け取った上で購入するのかどうかってことを決めた方がいいんじゃないかなということをね、今回まとめとさせていただきます。いってらっしゃい。